はい、皆さんこんにちは。ビデオガのアリです。初めての方もいると思いますので自己紹介させていただきます。ビデオガのアリことビデオブロガーのアリです。このとりあえずいじってみたらここ最近起こっている時事情報をもとに僕は皆さんに紹介していくものです。ということで今日は2011年11月18日金曜日、今回で第16回目のとりあえずいじってみたです。ということで本日最初のジネタはこちらです。ウォール街を占拠せよ。もう皆さんもご存知だと思いますが、9月に始まった反ウォール街デモから丸2ヶ月の17日、アメリカ各地で一斉に大規模デモが起き、全米で少なくとも約400人が逮捕されました。発信源のウォール街ではニューヨーク証券取引所の取引開始阻止を狙い、早朝から1000人以上のデモが集結、警官との揉み合いに発展し負傷者も相次いでいます。全米で一斉行動が呼びかけられた当日、ウォール街では早朝から騎馬隊やヘルメットで防御した多数の警官が出動し、物々しい雰囲気に包まれていました。デモ隊はまず早朝ニューヨーク証券取引所の閉鎖を目指して行進。取引に影響は出なかったものの、建物内入ろうとするデモ隊と警察との衝突が起き、警官も含めて負傷者が出ました。そしてなんとこのデモはデトロイト、ラスベガス、ボストン、マイアミ、ロサンゼルスなどでも発生しています。雇用創出のため公共事業を政府に求める声が続いていました。交通妨害などの容疑での逮捕者は全米で400人を上り、ニューヨークだけで約300人を占めています。このウォール街を占拠するようなデモなんですけど、始まってから2ヶ月経ちます。果たして一体終わりはいつなんでしょうかね。このアメリカで起こっているデモはどんどん勢いを増していくそうです。そして話題はアメリカからイタリアに移ります。まずこちらの写真を見てみてください。こちらの写真は今かなり物議を醸していて、ローマ法王朝は17日、ローマ法王ベネディクト16世とイスラム教指導者アフムド・アル・タイーブ氏がキスしている合成写真を用いたベネトンの広告について、経済中傷を求める法的措置を取る考えを明らかにしました。イタリアのアパレル大手ベネトンは16日、アンヘイト、反嫌悪をスローガンに掲げた広告キャンペーンを開始。ローマ法王とイスラム教指導者のほか、オバマ大統領と中国の胡錦涛国家主席、イスラエルのネタニヤフ首相とパレスチナのアッバス自治政府議長、サルコジ大統領とメルケル首相がキスする合成写真を使っています。これに対して、ローマ法王朝は写真の使用を中止させるための厳密な法的措置を講じるイタリア国内外の弁護士に依頼、メディアでの掲載中止も求めているが、ベネトンを相手取って訴訟を起こすかどうかは明らかになっていません。ローマ法王庁は声明を通じ、広告は法王とキリスト教会の尊厳を傷つけるだけでなく、信者の信条も害すると批判しています。次は僕の大好きな映画の話に移りましょう。アメリカで2012年3月23日から公開するザ・ハンガー・ゲームズなんですけど、この予告編ではある2人の男女が捕まり、謎の施設に入れられてしまいます。そしてその施設で抽選で選ばれた人たちは様々なトレーニングをさせられます。そしてなんとこの一戦に始まるこの試合はザ・ハンガー・ゲームズ。この映画まずアメリカで公開されるんですけど、この映画どっかで見たことあるような気がして、ある日捕まって殺し合いをしなきゃいけない、あれっつってバトルロワイヤルじゃね。こちらの映画、アメリカでは2012年3月23日から公開されて、日本では、公開予選いつになることやら。アメリカでまず公開された後に日本だけちょっと遅いのやめてほしいですよね。できたらなるべく全世界同時公開に毎回なんでもかんでもいいからしてほしいです。本当に。映画大ファンの僕からしてはもう本当その、切実な願いいっぱいです。そして次は映画から音楽の話題に移りましょう。Google は16日音楽サービス Google Music を発表しました。このサービスは以前まで提供されていた手持ちの楽曲をクラウド上にアップロードしてからどこからでもストリーミング再生が楽しめる Google Music Beta の正式版。正式版開始にあたり Android 向けに提供されたアプリも Beta の表記が取れて Google Music となり、Android マーケット上での配布が開始されています。現在、サービスはアメリカユーザー限定となっています。あー、出られたアメリカだけね。まただ。またアメリカ最初だ。もうこれも世界一斉同時にしてくださいよ。頼みますよ。そして次は音楽の話が超話題の映像に移りましょう。この数十秒ね、この、ってやってる動画なんですけど、なんとこれはアップロードしたのが11月8日。そして今は11月18日で、なんと100万回以上の再生回数になってます。にゃーにゃー。次は超話題の猫のやつが、もう一人の猫に移りましょう。カンボジア国籍を取得して、カンボジア代表してロンドン五輪男子マラソンに出る猫ヒロシさんが、17日ツイッターを更新して、16日の代表選考レース、東南アジア大会を振り返りました。自己新記録の2時間37分39秒で5位に入ったが、カンボジア五輪委員会が定めた北京五輪代表のヘム・ブンティン選手の今季最高2時間31分58秒を上回る内定タイムに届かず、これが今僕が持っている実力で現実と悔しがっています。代表の正式決定は来年2月が目処になっていて、諦めない猫ヒロシさんは、今の実力をきちんと受け止めてまた頑張るぞ。まだまだこれからと自分に言い聞かせるように呟いています。にゃーそして次はこちらも、猫つながりです。18日からオンエアされるトヨタの新 CM、実写版ドラえもんシリーズ第2弾のび太のバーベキュー編で、なんとですよ、フランスの俳優、ジャンネノがドラえもんを、元ニュースの山下智久、ヤマピー。ね、あれなんですよね。ジャニーズ載せられないんですよ。ジャニーズないんですよ、写真が。どこにもないんですよ。知ってる人は知ってると思います。元ニュースの山下智久がスネ夫を演じています。そして、みんな大好き静香ちゃんは女優の水川あさみが演じています。この CM の舞台が20年後、のび太は静香ちゃんとのデート先で愛想を尽かされ、スネ夫の運転する車で帰られてしまいます。嘆くのび太の前にドラえもんが姿を見せるという内容。そして、第1弾を見た方もいると思いますけど、まあもしかしたらいない方もいるので、一応紹介させていきます。のび太は妻夫木聡が演じていて、なんと、ジャイアンですよ。ジャイアン誰だと思いますか？超ハマり役です。超ハマり役。ジャイアンはなんと、格闘家の小川直也が演じています。もうぴっ
ったりですよね。で、本人も昔、そのあだ名がジャイアンだったらしくて、もうハマり役でしたね、これは。で、なんで、なぜ、なぜ、話は戻りましょう。最初に戻りましょう、戻りましょう、戻りましょう。なぜ、ジャンレノがドラえもん？なぜ？え？最近多いですよね。海外の超有名スターを日本の CM に持ってこだして、みたいな。なんでこれなの？やっちゃうの？これ。この役やっちゃうの？みたいな。ということで今日から CM オンエアされていますので、ぜひぜひ見てみてください。ジャンレノを。はい、ということで今回で第16回目のとりあえずじじってみただったんですけど、今回の僕からの質問はこちらです。あなたは猫と犬、どちらが好きですか？皆さんぜひ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 、じゃんじゃんバリバリ、下にコメントを残してみてください。よろしくお願いします。そして、このチャンネルに登録しないそこのあなた、左側のところにチャンネル登録ボタンがありますので、そちらを押していただいて、ぜひチャンネル登録してみてください。よろしくお願いします。そんでもって、今回のとりあえずじってみてもいいけど、ちょっとでもいいなと思ったそこのあなた、そこのあなた、あなた、あなたですよ。左下のところにある評価するボタンを押していただいて、そしてその隣にあるお気に入り登録してみてください。よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。しゃっしゃっ。ということで次回は2011年11月21日月曜日にお会いしましょう。以上、ビデオ画のアリでした。じゃあまた。お疲れ様でした。